さあ解説していきましょう。一辺が10センチの正方形で、中点中点中点の中点を取っていて、頂点と結ぶ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 ってやって、真ん中にですね正方形作ってるわけですね。この面積が全体の面積のまあいくつ分なのかというよりも、まあダイレクトに面積求めなさいと言ってるわけだけど、まあ、もちろんね一辺の長さがポンと分かってしまえばですねすぐに出せるわけなんですけど、まあ、残念ながらねここの一辺の長さをね出すことがちょっと難しそうですよね。そうした場合どういうふうにね考えていけばいいのかというところなんですけど、まずここ単体で考えるんじゃなくって、隣り合っているところ、まあ、こことかここ、まあ、こことかここでもいいんだけど、こういったところとくっつけて一旦面積を考えてみましょう。一旦考えてみましょう。でそうするとどういうことが分かるのかっていうと、まずここの面積を出すっていうのはそんなに難しくないわけじゃない。正方形の面積のちょうど半分になるわけですよね、まあ、というのも、まあ、ここでこうやって区切ってあげればさ、これが半分で、ここの部分がさらにその半分でしょ。でそれが半分の半分、4分の1が2つ集まっているので、これでちょうど2分の1になっているはずだから、ここの面積をね考えることではそんなに難しくないわけです。さあその上でもうちょっとね、いろいろなところに目を向けていってほしいんだが、ここの三角形とここの三角形とここの三角形とここの三角形って、きれいに4つ同じ図形、まあ、合同な図形が敷き詰められている形になっているわけですよね。でそうするとさ、今これどういう状況なのかっていうと、2対1になっていると、ここがちょうど中点なわけだから、1対2の相似比になっているので1対2になっているはずですよね。Okay、で同じようにね考えていくと、ここもまあ2対1になっているとね、2対1になっていると、ね、こんなのがずっと言えてるわけですよね。でそうするとこれをねどん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 考えていけば、まあ、当然ですけれども、ここがね、まあ、全部書いていこうかな、2対1になり、逆だった、2対1になりと、まあ、こんな感じでねどん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 辺の比を打っていくことができるわけですよね。でそうするとさ、何が分かるのかっていうと、ちょうどさこの1対2っていうのを考えていけば、当然ここも1対2になってるはずなので、ここからここの長さ4だって分かるわけですよね。で4があってここに2があるわけだから、ここの長さも2になると、まあ、つまりここも全部2になると、2になると、2になると、ね、数字書きまくりましたけどね、こういう風な状況になってたわけですね、まあ、なのでよりねここの部分をちょっとシンプルに見ていくならば、どういう風になってるのかっていうと、ちょっとこっちに書き直そうかな、よいしょと、よいしょと、よいしょで、よいしょで、今ここの平行四辺形の部分だけをこうやって見ていくと、ちょっとずれちゃった。見ていくと、ここに残っている正方形ってどういうふうになってたのかっていうと、ちょうどこう来ているところのここと、こう来ているのここだから、ここの部分になっていたんだけど、今ここが1対2対2っていう状況に分かれていたんだよねってことね。Okay、でそうした場合、これ全体の面積っていうのを仮に5だと。この平行四辺形の面積を仮にこいつを5だっていうふうに決めてあげると、5だって決めてあげると、ここの面積って2だっていうふうに表せるはずじゃない。高さが共通してるからね、ちょっと平行四辺形横にした方が見やすいかもしれないね。この平行四辺形をポンと横にして、長い方の辺が横たわるように、こういうふうにしてみましょうかね。でここに今正方形がこういうふうに中に入ってるよっていう状態なわけでしょ、こういう状態ね。で今1で2で2でっていう状況なわけじゃない、まあ、だからここの部分チョキチョキチョキと切ってあげて、切ってあげて、ここにペタってくっつけて、こういう長方形にしてしまえば、縦の長さは共通してるけど、底辺の長さが丸の5に対して丸の2になってるから、全体の面積を5っておけば、ここの面積は2になるはずだよね。5分の2になるんですよね。ということなので、この平行四辺形の面積を5分の2倍してしまえばいいって話になるわけです。ということで、正方形の面積を求めて、その半分がこの平行四辺形の面積です。
さらにそれを5分の2倍にしてしまえばいいわけですね。5分の2倍にすれば面積が出てきましたよってことだったわけです。ということで、100を、5分の1倍ですから20ですか、20平方センチメートルっていうふうになるわけですね。はい、やっぱね、ちょっとね、難しく感じる問題なのかなと思いますね。なので、間にある図形って言えばいいのかな。こういうところにね、ポンと浮かんでいる図形があった場合、隣接している図形までくっつけて、大きな図形の塊として見て、そこから面積比っていうふうに持っていってもらえれば、いいのかなと思います。で、一応ね、他にも実は別解があって、こういうふうな考え方も実はできるんですね。今、ここにある図形をちょっとずらして、こっちに持ってきます。なんだ、ずらすっていうか、回転、ここにくっつけ、ここにこのこういう紙があって、ここを支点にしてくるっと回転させるイメージね。そうするとここにこうやってくっつくんだよね、こうやってね、こうやってね、OK、なので同じようにこれもここにこうやってくっつけてあげて、これもここにこうやってくっつけてあげて、これもここにこうやってくっつけてあげると、どういう図形になるのかというのは、こういう図形になるわけですね。こういう図形になるわけですよね。あ、ちょっと図が下手くそすぎる。まあ、正方形が5つで構成されたこういう十字架みたいなものが出来上がるはずですよね。これがこの正方形全体の面積と同じで100平方センチメートルなわけじゃん。そのうちの真ん中の1個を求めろって言ってるわけだから、100平方センチメートルを5分の1倍してしまえばいいわけですよね。100平方センチメートルを5分の1倍なので同じ式になるはずですね。こんな感じで、まあ図形の形を変えて考えていってもよかったのかなと思います。